皆さんどうも、おかみです。今日はサーモンとアボカドのミルフィーユフライを作ります。材料はこちらです。はい、まずアボカドをスライスします。次にサーモンを横から包丁を入れて2等分します。はい、こんな感じですね。ここにアボカドを乗せます。そしてスライスチーズを乗せます。そしてサーモンで挟みます。下味に塩コショウ、小麦粉をかけます。で、そうしたら大さじ3の水に大さじ3の小麦粉を溶いたものををつけます。めっちゃ崩れやすいんで慎重にやってください。こういう感じで、こうですね、パン粉をつけます。はい、こんな感じで全面に衣をつけ終わりました。10分ぐらい置いて衣をなじませます。油を準備して180度に熱してください。高温で一気に揚げます。じゃあ入れます。ちょっと怖い。はい、今1分経ったところです。いい感じの色になったので揚げます。めちゃめちゃ美味しそう。うわ、美味しそう。レアですね。最高だわ。これね、お刺身用のサーモンなんで、レアでも大丈夫なんです。あー、ちょっと崩れてしまった。いただきます。ソースでいただきます。ブルドッグのうまソースっていうやつ、超美味しいんですよ。いただきます。最高。サーモンがレアで、なんかもう、美味しい。そしてアボカドが火を通したのでトロトロになってて美味しいですね。チーズはもっと入れてもいいかもしれないですよ。はい、という感じで今日はサーモンとアボカドのミルフィーユフライを作ってみました。とっても簡単なので皆さんもぜひ作ってみてくださいね。それじゃあまたね。バイバーイ。